アースフレンズ東京 Z は東京都城南地区をホームタウンとして B リーグに所属しているプロバスケットボールチームである。運営会社は株式会社 GWC。2009年よりバスケットスクールやクラブチームの運営をしていたアースフレンズが2013から14シーズンまで NBDL に所属していた黒田電気ブリッドスピリッツより会員資格上等を受け、 2014、2016から17シーズンから B リーグに参入。チーム名はバスケットボールを通じてグローバルなコミュニティを作りたいという理念を表したアースフレンズとこれに今までなかった進化型究極のプロチームという意味を込めた Z をつけてアースフレンズ東京 Z としている。チームロゴは地球をバスケットボールに見立てて表現。チームカラーは z ネイビーチームスタート時のホームタウンは、東京都の上南エリアで、チーム規模を拡大するとともに、東京全域に広げる予定である。歴代ユニフォーム2009年、平山譲るのノンフィクション小説、5を読んだことをきっかけにバスケットボールファンとなった、山野勝幸が自らバスケットボールチームを運営する、ことを決意。社会人初心者向けバスケットボールスクールの、 アースフレンズを設立し、バスケファンの獲得活動を開始した。2013年8月、観戦ツアーやイベントの開催などで交流のあった黒田電気ブリッドスピリッツより NBDL の会員資格を譲渡され、アースフレンズの2014から15シーズンからの NBDL 参入が決定。2014年1月にファンよりチーム名を募集し、 アースフレンズ東京 Z に決定した。2014年2月22日23日には、黒田電機のホームゲーム運営にアースフレンズが参加している。2014年6月、初代ヘッドコーチに、元日立サンドカーズヘッドコーチの小野秀次が就任。選手は、前日立の渡辺拓馬などを獲得し、参入者年度の開幕を迎えた。 2016から17シーズンからバスケットの国内トップリーグが統合されて B リーグが発足し東京 Z は B2 リーグの中築所属となったヘッドコーチは引き続き小野秀治が務める順位は中築6チーム中3位2017から18シーズン前アシスタントコーチの斉藤拓が2代目ヘッドコーチに就任中築6チーム中再開 2018から19シーズン、古田悟がヘッドコーチに就任。中地区6チーム中4位。2019から20シーズン、前アソシエートコーチのトンタウトシノリがヘッドコーチに就任。2シーズンぶりに中地区6チーム中再開となった。2020から21シーズン、トンタウヘッドコーチの2シーズン目。2021年6月。 ハンドボールチームの設立を発表。NBDL ありがとうございます。